はい、2020年も暮れようとしております。まあ恒例のね、株式売買や、配当金などの集計を、まあいろいろコツコツとやってましたが、集計できましたんで一応発表いたしますね。まあ単純に売買した損益がですね、約3万2000円のマイナスですね。マイナス。まあこれしょうがないですね。コロナのね、3月中頃のちょっとカオスのような相場で、やっぱり、多少狼狽の売買もしてしまったので、まあ、マイナスしょうがないかなと思いますね。ただね、まあ、その3月中頃から4月頭にかけて、まあ、Jリートの安いのが結構仕込めたので、現在のね、含み益ですね、含み益。含み益だけ見ると、まあ8万5千円ほどプラス、ここかな、8万5千円ほどプラスになってますね。でまあ、未実現の利益ではありますが、まあ一応プラスかなと。あと単純に配当金、受け取り配当金がね、6万円ぐらいあるんで、まあ毎年のように、毎年のようにですね、恒例のように10万円ほどのプラスで終わったということですね。まああと米国株も20万円ぐらい持ってるんですけど、まあそっちはまあね、トントンぐらいでした。まあ年末にかけて相場が上昇した割には、まあ相変わらずそんなたらふく儲けることもなく、大損するわけでもなく、まあ10万円程度のプラスで終わったと。まあこんな感じでやってます。はい、2020年の株式売買損益の、集計でした。